こうかな。あでも、うん、ないか。ここはさっきの宣言通りスコーピオンで。オス。オスオス。どっち回りから行ったら内緒ですよ。いた。やべやべ。一瞬殺人されたのか。あ、これしゃがめるのか。しゃがめるか。あ、わあ、マジか。どっから撃たれた。怖。マジか。怖い。怖い。何なんだここ。おっ。出会った。出会った。その出会ったの言い方って何やったかな。何やったかな。途中下車の旅。あ、そうか、ウルルンか。あそこさ、ごめんなさい、途中下車の旅じゃねえや。全然違う。そうそう、ウルルン、ウルルン、ウルルン。おやおや、朝なんですよね、途中下車。笑わせて。ずるいぞ、そんなスコストリーク聞いてないぞ。モノマネとか。すごいスコストリーク来たな。またそんな後ろから、またそんな後ろから見らしい。取れました。あ、やべえ。力きそうだな。やっぱいったわ、ね、さっきもね、中途半端に似てるモノマネがいけんな。中途半端。あなた。ああやった、吉高さんになった。ほやほや、吉高さん。何やってやめてエイムがブレブレなやべえな。やべえ、こう私にはそのあのあれっすよ、あの C さんの中途半端のモノマネはか、あのカウンター UAV と同じぐらい効果があります。面白い。めんどくせえって感じの。くっそくっそいいな、褒め言葉です。あ、弾が足りん、弾がないよ、弾がないよ。弾がなくなってくれ、助かった。もともとないよ。OK。 どこに行った、どこに行った。あ、後ろか、味方よろしく。こっちに来てないな。はい、ガクガクする。嘘嘘嘘よ。それはシンさんリスポーンしたからずっと見てましたからね、移動するの。うわー、このストーカーね。さっきから後ろからずっと見てた人に言われたくないぜ。どっちもストーキングするっていう。はい、あー、やれなかった。ナイス味方。やれなかった。私の手で葬ってやろうみたいな感じ。君は誰と一体戦ってるんだい。やべやべ。じゃあもう本当見せてもらおうか。吉高さんの実力やろう。性能とやだを、いて。大した性能じゃないぜ。えー、早い。化け物かって言い出すんでしょ。あ、弾くすよ。よし。こいつの SM じゃ化け物か。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、え、お、何これ、何これ。異次元に飛ばされた。なんだい。これ何のスコアストリーク。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、なったなった。びっくりした。これちょっと動かねえんだけど。あ、動いた動いた。絶対誰か配線にいたでしょう。それ昔のファミコンみたいなことにならないと思います。また戻っとるし。てて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 てしてたんで。あ、そうなんですか。ええ、室内のやつも出入りしましたし、うん、ちなみにその人は、ええ、ここだったんですけど、ええ、まあでも女、
多分なんか朝礼にサザエさんはきちいなって言ってそれはきちいな、キッカーの人が朝礼みたいなままランニングせないけんで同じぐらいきちいなって言ってやべえ、いらんこと言ったら終わってしまったこれだ。おお、わあ、いいじゃないですか。全く見えてないんですよね。え、そんなハイなら切れる。うん、ああ、すげえ。適当に投げてきて、失敗されなかった。マジっすか。つかこっちのチーム私トップじゃダメでしょうよ。ぜひ。ダメでしょうよ。僕がもらってたんで、多分上の方が強い。